ながら、運転とは、スマートフォンの操作をはじめとした、運転以外の行為をしながら、運転をすること。英語には、ディストラクテッドドライビングという表現があり、運転それ自体に注意を向けていないことを指す。日本語では、気を奪われた、運転、不注意運転といった意味で、ながら、運転とおおむね同義となる。ディストラクテッドとは、何かに気を奪われていて、集中できていないという意味である。運転者が運転以外のことに意識を少しでも割り当てると交通事故が多発し、しかも起こす交通事故がより重大なものになり、死亡事故の率が増える。ながら運転の例として、運転中の以下のような行為が挙げられる。なお、運転中とは、車線上で止まっている最中も含んでいる。信号待ちの最中に、スマホの画面などに気を奪われ、青信号に気づかず、慌てて、急発進して事故を起こしている事例があるが、これも、ながら、運転によって起きた交通事故にあたる。特に運転中の通話、通信等は多くの国で法律で禁じられている。携帯電話の使用は、たとえハンズフリー電話であっても、事故の確率が上がるとの研究報告がある。シドニー大学の調査報告では、携帯電話の手持ち使用では、事故リスクが 4.9 倍。ハンズフリーでも 3.8 倍と、事故リスクが上昇することが示されているが、米国の州で、ハンズフリー通話を禁止している州は、まだない。欧州ではポルトガルで、携帯電話使用は、ハンズフリー通話も含めて違法だとされている。喫煙では、タバコに火をつけようとしたり、タバコの火を消そうとして、事故を起こしたり、火のついたタバコを落としてしまい、慌てて、拾おうとして気を取られ、事故を引き起こした例がある。喫煙の際の空き身時間を計測したところ、シガーライターを取りに行くとき、シガーライターでタバコに火をつけるとき、シガーライターを元に戻すときなど、数回に分けて1秒から 1.2 秒ずつほど空き身しており、時速50キロでの 1.2 秒の空き身では、約17メートル走行することから、追突事故の回避や子供の飛び出しには対処できないとされる。また、東北大学の相田淳准教授らの研究グループは、男性約3万3000人の喫煙習慣と交通死亡事故の関連について調査を行い、喫煙者は非喫煙者よりも交通事故で死亡する危険性が 1.54 倍となっていたことから、運転中の喫煙が事故につながるケースが多いと分析しており、道交法による規制を検討すべきとしている。台湾等では車やオートバイの運転中の喫煙も禁止されており、罰金刑の対象となっている。警察庁の調べによると運転中に携帯電話等を使用したことが原因で発生した交通事故は2016年には1999件で、そのうち27件は死亡事故であった。2018年3月、スマートフォンの地図アプリを見ながらの高速道路上の運転で1人が死亡、4人が負傷した交通事故の裁判において求刑を上回る量刑が言い渡された。道路交通法71条5号の5は自動車等の運転者の遵守事項として走行中の携帯電話の使用を禁止している。2004年11月1日、携帯電話使用の罰則が強化され、携帯電話使用等では反則金が普通車6000円、違反点数1点、刑事罰5万円以下の罰金、携帯電話使用等では反則金が普通車9000円、違反点数2点、刑事罰3月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられるようになった。2019年12月1日、携帯電話使用の罰則がさらに強化され、携帯電話使用等では反則金が普通車 18,000 円、違反点数3点、刑事罰6月以下の懲役、または10万円以下の罰金、携帯電話使用等では、非反則行為、違反点数6点、刑事罰1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるようになった。なお、上記以外の道路交通法違反形態として以下がある。オーストラリアでは AI を搭載したながら運転取締り装置が運用されている。AI が運転手のスマートフォン使用を検出し、自動的に撮影する。違反者には344号ドルの罰金と減点5点が課される。ありがとうございます。